あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますあ、ちょっと明るくなってきました関西まだ全体としては暗いですけど、薄暗い感じですけど、<ー>今日は晴れるんじゃないかな、お<ー>この空模様だと。 東京もね、晴れ時々曇りというお天気の予想ではあるんですが、はい、今、日本総屋上の時計が0.8度。い寒いね。日はちょっとね、あの日差しが出て気温が上がりそうだという話だそうですが、はいえー、今日もよろしくお願いいたします。ますさあ、まず為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが、足元は1ドル129円90銭付近での取引となっております。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。 2023年度予算案、今日から実質審議入り。国会では今日から2023年度予算案の実質審議が始まります。今日から2月1日まで3日間の日程で、岸田総理大臣と全閣僚が出席する基本的質疑が行われます。いよいよ衆議院の予算委員会が始まるということであります。一般会計総額114兆3812億円と。 ということで、まああ、防衛予算の増額、あるいは子育て支援等々というところが論点になると、えー、各市の政治面では書いております防衛費についてはすでに、はい、あの財源としてね、増税を行うということだよりも、うん、もっと前の段階で、はいほあの、5年間で43兆っていうのは、ちょっとね、その、うん 現場の立場からして、自衛官の立場からして、はい、ちょっと違和感があるんじゃないか、はい、まあ、背広組の方々は、バブル景気で、はい、あの喜んでいらっしゃるみたいだけれども、うん、そこについて、もうちょっと 野党も切り込んでほしいなと思いますけどね<ー>頭、頭ごなしに反対というわけではなくて、そうするとあの、もっと43兆とかっていうのを減らせるかもしれないと。うん具体的にここが必要だからやるんだと。 そうそう。で、今、今、今の自衛隊の延長線上に、うんはい、こう、自然に増やしていく。私も何度も言いますけど、防衛費の増額は反対ではありませんよ。言っときますけど。ただそういうことがね、あの、 まあ、野党に期待されておこうですよね。ねせっかくお金使う機運なのに、これで予算を積み上げなきゃって言って、無駄なものをまた買うっていうよりは、そうそうそう。足に、地に足がついたらちゃんとした支出しなきゃねってことですよ、ね、そうそうそう。だから防衛費増額なんてけしからんとかっていうような立場では、はい、あの、なさらないでほし,、うん、し,しいと、あの、質問をしないと。野党側もね。野党側も、うん。と思いますけど。で、それとの同じで少子化対策もさ、はい あの私は似たような構造だと思うんですよ、でうん、ま,ずまずねこ、この子育て少子化対策に政策、異次元のというふうに昔、はい、ちょっと前まで,であの連呼されていた、ええ、これに関しては、ですね岸田首相が連呼されてたんですよ、これに関しては、まず財源ということを。 と読みませんよ、財源どうするのかっていうの。まあ、こんなのさ理論、論理的に考えても、はい、これだけの質をするんだったら、何らかの形で増税をするか。ええうん あの、うん、昔政府関係者は消費増税,消費税を増上げると、はい、おっしゃってましたけど、えー、そんなこともう、あの、お首にも出さなくなってしまった。そうですよね。うん、で、一部、その新聞などは、社会保障費,の障費から回すっていう、結局、国民負担がほふえることは同じじゃないですか。いや、そうなんですよね。社会保険料も一緒に給料から転引きをされているので、うん、俺っていうね、 うね、であのそういうことよりも、まずね、はいえーま、どれだけ日本の今の経済水準というのを、成長とか、潜在成長率とかね、そういうことを考える上で、はい、どれだけにあの人の数が必要なのかと。うんうんうん 人口が必要なのかっていう、これからの人口が必要なのかっていう、きちんと計算した上で、はい、これは何を言いたいかというと、労働市場においては、例えばこれからあ AI、ロボットっていうのが、どんどん人間労働化を代替していくわけですよね。はい、これはもう、もう、あの、時の流れというか、そういう方向にある。うん、でそれをさっぴいたて、 しかも需要っていうのは別にロボットや AI は需要できないから、そうですよ消費できないから、需要のに必要なあの人間の数というのはどれだけなのかっていうことをそそ、まずある程度想定して、しかもその、のやるんだったら異次元とまで言ったんだからやるんだったらね、ちゃんと数値目標あの。 期限とと数値目標を上げてほしいと思うんですよあ<ー>例えば2年後に、はい、今1.3だったとすれば、1.5まで上げると。ああ、ご結局出生率。そう,そうそう、うん、出生率を。うん、というようなことを、えー、数値目標を立てて、はい、そしてそ,それに対して何をやればいいかっていうことをちゃんとやっていくとかね。はい、で、5年後1.5だったら、うんえー、8年後は。 あ、ごめんなさい。2年後1.5だったら5年後は1.8に,になるよねっていうようなことが見通せるぐらいのことをやるとやらなければ異次元とは言い難いのではないか。ね、なんでこんなことを言うかっていうと、はい、人口政策というのはもう死死類類なの。死死類類。うそう。あの、ほ、ほとんど成功例がない。はい。唯一成功したのが、成功したと思われるのが、フランスの N 分 N 乗ってやつですね、<ー> N 分の N 乗ってやつですよね、N N はい、でこれは要するに、まあ、簡単に言うと、人口、はいあの、家族世帯の人,人数が増えると、はいえー、税金が、所得税,税が安くなるっていう、はい、そういうやり方、えー、でじゃあ、そういうこととさ取り上げるあの、取り入れるのかなと思ったら。はい 相変わらずこう、旧来のやり方と同じ手当を中心にしたもので、はいですね、減税じゃないでしょ手当の拡充だとか。もう減税って死んでもやる気、やるの嫌なんだよね。<laughs> この政権は。この政権は。で、なんで減税嫌かっていうと、はい、減税のために増税しないきゃならない。 っていう、財源の手当が、これ、どう考えたらおかしいでしょう減税をするために、片方で増税するっていうね。それができなくなるかですよ。いかにも財務省的なお考えでは、なのではないかと。だから手当が重視になっていくわけ。<laughs> なるほど。でも、今までだって手当、手当、手当って言ってね、手を替え、品を替え、子供手当だ、児童<う>手当だってやって。そう。ダメだったじゃないのって、ね。そう。 だからそれ、それは新しく、辛、ま、坊、あ、二郎さんとか、もう賛成していらっしゃる N 分 N 乗っていうのを入れるんだったら、はい、それは通知目標をちゃんと立ててね、それはまだ、うん、あの地上にこうあの積極的に検討の余地があると思うけれども、うん、そういうことしない、うんうん、今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪日報放送、関西支社からですおはようございます,す、おはようございます。 ただしね、さっきね、N 分の N 乗って、なんか、あの、成果があったっていうふうな話をしたけれども。ええ、フランスにおいてやった。フランスにおいて。ただし、これはね、結局ね、1.8ぐらいまでしか上がらなかったんです。出生率は。出生率は。これ、人口を維持するためには、出生率2.0いくつまで上げないとだめだそうそう、それなぜかというと。 お父さんとお母さんがいて子供ができるでしょ二、はい、人って、二人を産まないと再生産ラインに届かないわけでいい、ね、再生産とかって言うと怒られるかな。まあ,あ<の>、維持するね。人口の、人口維持のには届かないわけでうん、うん、だ。減っていくということになってしまうわけね。えー、だから えー、でも、そのフランスの一番、こう、効果があった。まあ、現実問題だと、フランスは今、e、EU の中で一番出生率高いですよ。それでも1.8だということを踏まえた上で、まあ、とにかくこれぐらいしか効果が上がりそうにないぜあの前例を踏まえればね。はい。ということをと言いたかったわけですよ。だから、バラ色の。 最策だとは全然言ってません。うん。ね、これ、あの、やっぱり結婚や出産に関わることって、えー、様々な意見をいただきますけれども、えー、クイーニーさん、ツイッターですが、あ出生率を上げたい割には、これから結婚、出産する人を増やそうとはしていない不思議という、まあその結 結婚や出産をするにあたっての行動ですね。あのね、もう一つ私は比較的筋がいいと思うのは、あの、大学までの教育無償化ですね。うん、これはね、まあもちろん、こう、あの、教育を、教育負担を、はい、あの教育費負担をなくして、 高度な教育を受けさせることができるというのは、うん、確かにこう、ロボットや AI の時代に、人間的、人間知性というものの、こう、働きどころっていうのをさ、はい、探るためには、いいあの行動行、高等教育を受けさせると、多くの人、すくあの少しでも多くの人ね、うん、いいと思うんだけど、当然同時にね、あの、結婚がね、遅れてしまう一つの理由に、あの、奨学金、 ああの支払いがあるわけですよ、うん、負担が大きいと、負担が大きい、まあ、<う>日本の場合は貸し付けが多いわけですからね、そう、貸し付けが多い、給付だったらいいんだけど、うん、貸し付けが多いから、それを返さなきゃいけないこと,でということで、あれがかかってくるんだよね、うん、それなくなるじゃん、はい <laughs>、これで、うん、だからわりと,と私は大学までの無償化っていうのは、教育無償化ってのは悪くないと思ってるんですけどね。うん まあそうしたある意味、個人のスキルと、そして子育てにかかる負担を減らすっていうような方向にいけば、ひょっとするとと、あとはこうまあ経済との絡みでいくと、なかなかこう説明がつかないというふうにいう経済学者の指摘もありますけれども、結婚のインセンティブを考えると、経済回っているに越したことはないというところはありますよね。 対談でさ三浦瑠麗さんが <laughs> おっしゃってたんだけれども、はいあの、単純に経,経済だけをこうこうあの、要するにお金を給付,し、うん、給付するなりなんなりしても、はいあの、必ずしもそのじあの出生率を増やすということにならないんじゃないかは 一理はあると思うわけうでも、まあ、とはいえさ、はい、お金がな先,先立つものがなければ、えーあの、子供を産めないよね、結婚もできないよねっていう,のいう現実というものも、ちゃんと捉えるべきだと、私は思いますけどね。だからそれで増えるかどうかわからないんだけれども、えー、出生率が上がるかどうかわからないんだけれども、とにかくこれは少なくともやってみる価値はある。 ただし、それはやっぱり政府としてはさ、通知目標を作って、はい、えー、年限を区切ってやってもらわないと、本当に、あの、ざるみたいになってしまうと思いますよ、これはうん結局、やったはいいけど、ね後から評価しないってことになると、もうそうそう。<laughs> いや,やり放題になってしまうそう、だから、はい、だから、やって、目標が達成できなければ、違う方向、方法をやるように、変えることができるじゃないですか。とにかくね、目標を作ってもらわないと、異次元というんだったらね。 と思いますけどね。うん。まあ、あそのあたりがね、ええー、これもまた専門家の意見を聞きながら、あ全体策を取りまとめていくのは3月末というようなね、話になってますし。だから、ね、あんまりこう予算委員会立って、えー、これも議論するんでしょうけれどもっていう、なんか不安を。もまた全,全部検討中とかってさ、ええー、<laughs> いうような話になってしまうんじゃ。そのうちにこう、ええー、統一地方選挙が来てしまうと。はい。 とにかくこの、この政権はね、はい、選挙で何も聞かないんだよ。ああ、選挙,ではない選挙で民意を聞かないんだよ。で、勝手にこう,こうな、違うことばっかり言っててさ、はい、あの防衛費だって財源のことは選挙前に言わ,言わずに、あの、はい やってたやってきたわけじゃないですか。だからさ、いい加減にね、うん、選挙やってほしいよ、本当に。うん、あの、この、さっき、ほら、あなたが紹介していた、あの、世論調査の結果もあるけど、はい。うん、あの、防衛、防衛増額に伴う増税をするんだったら、うん、77%だっけ。はい。反対だと。ね。うん、あの、選挙やってほしいと。うん。本当にそう思いますけどね。うん、おはようニュースネットワーク。 この時間取り上げるニュースはこちらです。フランス駐在のウクライナ大使、戦車の供与は321両と明らかに。フランスに駐在するウクライナのオメリチェンコ大使は27日、欧米各国が相次いで表明しているウクライナへの戦車の供与について、 戦車の数が合わせて321両に達したと明らかにしました国別の供与の数や具体的な形式などは明らかにしておりません、えー、このメリチェンコ大使がフランスのテレビ局に対して明らかにしたものだということでありますが、まあ、アメリカもね、ブラムスドイツはレオパルト2と、ね、名前がいろいろ上がっておりますまあ25日にアメリカとドイツが、はい、あそれぞれ、えー 主要主力戦車を供与するということで、はい、まあ31両、エイブラムスが31両で、えー、エオパウトが14両だから、はい、まあ、最初はね、うんうん、こんなもんかというふうに思ったんだけれど、はい、もっとこう本格的戦車戦ということを考えるんだったら、もっと必要だろうというふうに思ったんだけ、ね、ど、うん、まあ、これは要するに、あの、各、ヨーロッパ各国に、はい、あのも、もう、この、供与してほしいと。 そういうこのなんて呼び水みたいな形になったっていうことは良かったと思いますけどね、レオパルトって、はいえー、同じ型の戦車があーヨーロッパ全体で2000両あるんですって、1割ぐらいここに行ってもいいよなと思ってた、えーえー、321両ということなので、いいかなと思います。ただねこれ、はい、考えてみるとさ、えー 戦車戦ってさ、何年何、何本格的戦車戦って何年ぶりなんだろうと、ね、そうですよね。いや、それこそ第二次大戦以来とかになりますか、ね、ということは、もう70年以上ぶりということになりますね。えー、で、もう戦車って、少し前は、えー、時代遅れなんじゃないかっていうふうに。はい 言われてたじゃないですか、えー、もう日本もほら、北海道に配,置配備してる戦車って削減しようみたいな話を、はいうん、そうだ、10年前とかぐらいには議論されていたんだけど、こんな形で戦車戦が、みってくるとはうんむしろこれから宇宙とサイバーなんだと、もちろんその組み合わせもありますけど、やっぱり最後は地上戦ということに、ねうん、な,な,、まあ、なんとんかあの 今やや膠着状態にある、はい、ロシア劣勢と言われているんだけど、まあ、ロシア劣勢は事実なんだろうけれど、うん、一生懸命反攻しようとしていてそこで1 0 0 0キロにも及ぶ、ね、戦線をどうやって破っていくかということではでそういう時に戦車が必要だと。うん ういうことでしょう、ね、うんまあ、今はこう冬の時期だということですけれども、一方で天候で見ると、今は暖冬だという話がありますね,そうですね意外と暖かいということなんで、うんこれがだから、双方の戦況にどういうふうに影響を与えるのかっていうのは、ちょっとよくわからないところもあるんだけれども、まあ、まあおそらくはこれ、4月頃から、本格的な戦車 戦車によるあの戦いというのが繰り広げられるんでしょうね。はい、それで、おそらくこれが、あの、最終的には私、うん、有を決するというか、私有というかね、はいあの、勝敗を決することになるであろうと。 いうことは想像に固くないですな。うん。まあこれ、あのー、先週、先々週ぐらいまでの情勢で見ると、まあ、あレオパルトを,を作っているドイツや、あるいはアメリカといったところは、戦車の脅威にはちょっと消極的な部分があって、まあそれは核を使うんじゃないかという、追い詰めすぎたらというような考えもあったというふうに報じられておりますけれども、どうなんですかねこれ考えが変わったんですかね まあ、核を使う可能性というのが一つには薄いということと、うんうん、これをやらないとこのままこ、はい、着状態になってしまって、えー、その間にこうロシアがあ,あれを取り戻すかもしれない優位性を取り戻すかもしれないロシア軍がね。うんはい あのまあ、でもロシア軍、膨大な数の死者が出てるんですね、えー、一説によると20万以上とかっていう話もあ、まあ、本当かどうか分からないけれども、出てるからね、でまあ、とにかく優位性を取り戻すかもしれない、はい、それを考えると、ここで、えー、あの決着をつけると、ある程度決着をつける、だから非常に重要な戦いなる いうことですね。うん。まあね、戦車を供与してすぐにってわけにいかないから、まあこれから訓練をして春先に。まあ4月頃ですよね。本格4月、5月でしょうね。これがそうなると、そのタイミングって、まあ日本にとっては G7 サミットがよう行われるっていうタイミングで。そう。そうでね、岸田さんが行く行かないみたいな話がずっと続いてます。そう,そ,うそう、そう、岸田さん、ウクライナに行かれるんですかね。 ねえ、これ。ディ夫人行ってたけどね。デビ夫人は行かれてましたね。<laughs> うん、これ、あの、まあ、読売がね、ええー、抜いて、で、その後、まあ、あの、批判も含めて、いろんな意見も出ているところですけれども、安全の確保とかその辺も考えることいっぱいありますもんね。でも、まあ、ま、鈴木宗男さんとか、森吉郎さんの批判は別に無視していいんじゃないですか。<laughs> うーん。 まあ、ウクライナに行くのかどうなのかあれですけれどもこの G7 として結束して支援するというのはもうここれは決まってると日本はだって戦車を供与するわけにいかないから、はい、やっぱり岸田首相がうんあのウクライナに行かれてゼレンスキー大統領と会談するというのは悪くないいと思いますけどねうん、まあ、そうなるとあとはどういう形で行くのかというね。 電撃訪問っていうのができるのかどうなのかっていうところ、ね、まあそこら辺もでとにかく直前も直前というか、ええ、事故まであのそれが行われた後まで秘,秘密が,が保たれるだろうから、ええ、今議論してもしょうがないね。うんうんそうそうだからそこの部分がこの間のリークみたいにえ出ちゃうのっていうのが、ね。出たらダメですよこんなこんなもうほとんど軍事作戦だと思わないとこれは。うん非中の日だと。そう。う さあ、そしてもう一つのニュースこちらです。日米とオランダ、半導体製造装置の中国への輸出規制に合意。日本とアメリカ、そしてオランダの3カ国が27日、先端半導体製造装置の中国への輸出に一定の制限を設けることで合意しました。アメリカのブルームバーグ通信が伝えたもので、軍事転用などを防ぐことが狙いです。 アメリカはすでに去年の10月にこの規制をしていて、日、ラン、まあ、オランダと日本がその抜け穴じゃないかと、アメリカの企業だけが損しているというようなアメーカーからの指摘はあったようですが。うん、まあ、これはあの,あの仕方がないというか、やるべきことだというふうに、うん、思いますけどね。 こっちはもう経済、抜け抜けがけ、アメリカからすると抜けがけしてるように見えるわけでしょ。へぇ、えー、ま,まずい,いかあの同盟関係として、はい、まずいですよね、いかにも。うん,うん。まあ、ここの部分はやっぱりこうね、経済の結びつきといっても、やっぱり経済安全保障っていうものは、こう、立ちはだかる部分は非常に多くいまあ、とにかく安全保障は優先するということになっ,て、うん、なったので、えー、その趣旨からしても、はい 輸出規制を行うというのはあ当然といえば当然う,ん、うんまあこの半導体関連は、まあ、サプライチェーンの見直しも進んできているところですもんねうんで日本で半導体をこう製造するということもどんどんん徐々に進んでいってるからまあそのこれを全体で経済安全保障というわけですよね、うんうん、ただまあそうね はい、あのとはいえさ、中国はさいや、これは賛成ですよ、こういう輸出規制は賛成なんだけど、うん、特に軍事転用できる可能性があるということだからね、はい、ただこう、中国の経済的なあの不振というか、うんえー、成長率の下落っていうのは、日本経済にも。うん 欧米経済にも影響を与えていくんで、はい、ここをどうしていくかっていうのは、難しいところなんだよねだからフィナンシャル・タイムズに、はい、中国の失敗を喜ぶなというふうな論説が何週間か前に出てたけど、うん、まあ私もあの必ずしも手放しで喜べることではないという,ふうに思います。うん、日本の経済。 成長を考えればね。うん。まあ、1十2月期の数字が2.9%と出て、うん、で、通年でも去年は3%だったと、うん、いうことだと、まあ、経済成長率としては相当低いと。そう。うん、中国としてはありえない低さですよね。うんまあ、これは、ほとんど、あの、習近平政権の政策ミスと、はい、言ってもいいんだけど。えー 一方でアメリカのインフレって CPI で前年度比6%まで低下してきてるので、えまあこっちは期待できるということですけどね。えこの時間は、あウクライナ情勢、そして半導体製造創始中国への輸出規制合意というニュースを取り上げました。続いて、教えてニュースキーワードです。二類相当から五類へ。 政府は27日、先週の金曜日、新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5月8日に、現在の2類相当から5類に引き下げる方針を決めました。政府は患者が幅広い医療機関で受診できるよう医療提供体制を見直していく一方、医療費の公費負担については段階的に縮小する方向で、3月上旬をめどに具体策を公表するとしております。 もともと報じられたところですが、先週の金曜日に正式決定したとういう形です、まあ、この二類相当から五類へっていう,、はいうん、引き下げの意味っていうのは、目的というのは、一、うん、つには、はいまあ、要するに医療逼迫をなくしたいということがあって、うんはい、今、ほら、指定病院でしか。ええええ ああ見ることがでで、きないので、はい、一般の病,病院でも診察できるっていう,う入院できるっていうそういうふうな制度に変えていくことによって医療逼迫をおなくすっていうのがあるまああとは社会経済を、はい、平時のこう日本に戻ったとして社会経済を回すとかね、はい、あるいは。 あの先行きを考えると医療費の公費負担をもうとにかくさあのなくしていきたいという,う、はい、いかにも岸田政権的な <laughs> そっちの部分がうもあるのかもしれないと思いますけどねただね、ね常に重要なのは政府<え>、えー、は。 患者が幅広い医療機関で受診できるよう医療体制を見直していくっていうんだけど、はい。果たしてこうやって2類から五類、二類相当か5類に落とすことによって、うん、一般の病院がね、ううん、受け入れてくれるか、コロナ患者を。はい。これはね、法律上はね、拒否できないってことになってるんですよ。ううん。で、ただそれ、正し書きがあって、はい。正当な理由がなければ、うあの。 拒否する。なしには拒否することはできないっていうふうになってるわけ、文言上は。はい、で、要するに、まあ、あの、感染症だから、ええ きちんとしたゾーニングとかができていなければ、うんえー、受け入れることはできないっていうことは、正当性の中に含まれるので、ありあ<ー>得るわけですよ。発熱患者さんだけ動線を別にするとか、診療時間を別に分けるとか、そういうことをしてないと。そう,そう。で、れこれはな,、うん、なぜ、なぜそういうことになるかというと、一つには、はい、日本の病院というのは、医、ええ、院というのは、小規模のものが多いから、そんなにゾーニングしようとしても、なかなかできない。 はい、ところが多いとうんいうことでこの施策によって引き下げの施策によって果たして医療提供体制が緩和されていくのかっていうとうんちょっと私は疑問がつくんですけどねうんだから本当はそ,そうなんだったとすればやっぱり日本医師会とかと、はい、あのー 開業医の団体である、基本的には開業医中心の団体である日本医師会と、うん、ちゃんと話し合って、そういうことがないように。はい、うんえー。どうしても無理なところはともかくとして、えー、多くの病院でコロナ患者を受け入れているような体制にしてほしいというふうにお願いするしかないと。うん、で、そのためには、うんあ、ゾーニング等に関しては、はい、あの補助金も出すというふうに、うん、な方向で。 総合的にやっていかないと、これ、失敗すると思いますけどね。うん結果、どうなっていくのかっていうのは、なんかまだそこまで詰められてないままてていやな,な,なんでもね、ねこの政権はね、そこまで詰めないでやるんだよ、はい、ちゃんと詰めてから言ってくれよっていう気がしませんか、そうすると、その細部に関しては検討中、もう、こればっかりですからね。日,あの日付は決めてるのに、<laughs> そればっか。<laughs> う 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ FRB、利上げ幅を0.5%から0.25%に縮小へ。アメリカの連邦準備制度理事会、FRB は、 31日から2日間の日程で金融政策を協議する連邦公開市場委員会 FOMC を開催します。利上げ幅を前回の0.5%から0.25%へ一段と縮小する見通しです。と、お報じられるようになってきたということですが、まあ、アメリカの経済の先行きね。まあ、さっきも言ったけど、はい 物価ね、ええ、物価水準、CPI とかが、はいか、あの、まあ、もちろんこう、平常なね、レベルではないけれども、まだ6%ですから、はい、高いレベルであるんだけど、10%とかっていうような状況ではなくなってきたと、はい、いうことが背景にあるんでしょう。で、でこのまま、うん、じゃあ、えー、平常なレベルになるかどうか、はい、3%とか2%程度になるかどうかっていうのは、 ちょっとまだ、まだね、予断、うん、を許さないところがあると思いますけどね。ええー。まあ、あの、FRB、アメリカの、ね、中央銀行に当たるところは、こうずっとこう、利上げを続けてきていて、まあ、今年に入ってからは、どこで頭打ちするのかというのがね、ポイントだと言われてますけれども、なんかすでに1月の段階でこうなってくると、近いかなっていうふうにも見えてきますね。そうですね。 ただね、はい、完全にこう、利上げ幅をゼロにするとか、ええ、逆に利下げするとかっていうようなことが、うん、近々起こるかどうかっていうのはちょっとわからないんだよね、まだ。まあこれ、ね。それが望ましいんだけれど、はい、当然アメリカにとっても日本にとっても望ましいんだけれど。へ、えー。 まあ、インフレ率が、まあ、高いという中で、これを利上げで抑えようっていう風にすると、今度は景気減速しちゃうかもっていうところと、もう、本当表裏みたいになりますもんね。うん、でもさっき言ったようにね。はい。あ、さっき言ってないか。あんまりに、あの、アメリカの景気って、そんなに悪くなってないんだよね。うん。この間も。はい。 それがこうアメリカ経済の不思議みたいな感じがしますけどね。えー、まあただ雇用悪くなってないでしょうそう,そ,うそこですよね。雇用が、まあ失業率で大体表されますけれども、いまだに3%台の半ばぐらいで。そう。見とまってると。<う>かつては5%切ったら完全雇用だみたいなね。 あの、職を探してる人はみんな職につける状態だっていうふうに言われていたのに。これは念のために言っておきますが、日本とは全然この失業率をめぐる議論というのは違いますか、ねすね、日本が3.6%に失業率が上がったら大変,、うん、大変なことに。です<う>、もえー、えー。まあ、あの、雇用の流動性だとかね、あの、働き方のマインドだとかいね。そうな,な条件が違うんで、あの、同日の段ではないんです、これは。うん。ただ、アメリカで言うと、これだけ、まあ、景気減速だと言われていながら、雇用がこれだけつ 強いとういうことになると、<う>じゃあ、もうちょっとブレーキ踏んでも大丈夫かなっていう。というようなところことにいくと、非常にまずいうんあの、ある一定の値を超えたら、一気に経済が落ちるみたいなことが起こってまそうそうそうすよだから アメリカの景気って悪くなっても困るけど、まだあの利上げ余地があるとかっていうふうに FRB に思わせるような、はい、そういうふうなこうところに収まってしまうと、とてもまずいという、うんまだ微妙なとこ,こあのこところが続いていくということでしょうね。うんらさらに言うとさ、はい、あの再びこれ,これは、あのあのあ いろんなこうアナリストとかの、アメリカの経済のアナリスト、やっぱね、債、はい、務上限問題ってあっ、あったじゃない、債務上限問題、あったじゃないですか、10年ぐらい前に。はい、ティーパーティーというね。そうそう、えー、あれがさ、再びあの再燃するんじゃないかっていう。うん うんことが言われてるんだよ、ねはい、あの共和党が下院で、まあ、あ多数党を取ったと、うんで、ところが議長の選出にものすごく手羽乗ったというあたりで、うん、やっぱり強硬な人たちがキャスティングボートを握る可能性が高いということですかそう,そうそう、そうすると債務上限問題でまたこう大揉めになったりすると、うんこれはあの経済的な。はい ああ実体経済、実体経済というか、経済に対する跳ね返りというのが大きいんで、はい、うんなんとか回避できないかなと思うんだけれど、あんまり回避の手がなさそうな感じ<ー>、ね。だから6月とかにはそういうことが起こっちゃうかもねっていう。はい、うんあの当時も、まあオバマ政権の末期でしたけど、結局政府の一部、 閉鎖までそう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 。お金ないから、ここは。そういうことになるのではないか、うんというふうに思わせるような兆候というのは、そこここ,こに出てきてはいますねお。でもそれが、まあ、債務上限問題が発火するのが6月あたりだと考えると、 その前に戦車出しとかなきゃとかっていう話が言えたある、ね。そうそうそうそ。うそ,うそ,うそうそうそう。あ、だからそう、さっきの、はい、戦車を出す、出す際、なんでここで戦車を出したんだろうはい。ずっと絞ってたのって、はい、それがあるかもしれない。ああ。やっぱり外交ってのもこの国内問題に各国引っ張られるというところが。 そりゃそうですよ。<ー>まあ、あの、債務上限問題には直接響いてきますよね。そうですよね。そもそも中間選挙のあのあたりでも、じゃあウクライナへの支援を共和党は続けるのかと、これだけジャブジャブお金入れるのかみたいなところで、議論がありましたもんね。白紙の小切手は出せないというような。だから、まあ、あの、財政危機っていうのがアメリカに訪れるかもしれない、はい、ということは、うん ドルの信任もこれで揺らぐことになるわけでしょう、<ー>大変だと思いますね。おお、そうすると、ひょっとしてドルが売られてなんてことになるとですよ、これそうそうそう、日本経済にとってはと、そう、去<年>大変危機的な状況で、4月に日本の日銀の新体制を迎えるわけですね、ね <laughs> 一体どうなさるのか、ね誰がな、誰が総裁になられるのか。 私はこの状況を見て、やっぱり浅川さんみたいな人がいいと思うんだけどね。ああ、国際的な、まあ、財務官やってらっしゃって、そうそうまあ、いわばこうね、あの、通、通貨に、<う>精通された通貨マ際と言わないうような言われ方もしますが。<う>いや日銀プロパーは無理だと思うけどね、こういう。まあ、ある意味の、こう、鉄火場的になってくる。そうそう相場というか、世界情勢の中で。 なるほど。いや、考えりゃ考えるほど、本当いや、もう、岸田政権は、そういった意味では、これから、たら他なんですよ。だから、岸田政権が、うん、あの、最近ね、はい、岸田さんはね、私の取材によるとですね、大変機嫌が良い人もあ、そうなんですね。<laughs> あの、<ー>まあ、ちょっと言ってみると、そう状態ではないかと思うくらいに、機嫌がいいんだって。特に、ほら、外,外遊、 ああ、ヨーロッパ、<外>アメリカ、歴訪しましたね。歴訪、外遊じゃなく歴訪ね。<laughs> 歴訪した後からずっと機嫌がいいんだって。<laughs> 確かに各国で日本頼むぞと。そうそう。そうそう。それは、それはそれでいいんだけれど、ええ、私は別に反対しないけれど、ええ、あの、なんだろうな。<laughs> うん 要するに前提としてはさ、やっぱり日本がある程度成長するっていうことが、はい、景気が良くなるっていうことが前提になってるわけですよ。各田さんのお考えの中で。はい。でも果たしてそうなるかなっていうのは、いろんなこう各国情勢の経済情勢見てると。確かに。うんそう。厳しいんじゃないかと。そう。<laughs> 誰かさ、上機嫌を止めた方がいいと思うよ。えーえー <laughs>